こんにちは、日本語クラスです。お元気ですか私は元気です。今日は、痴漢。はい。私が痴漢にあった話をします。はい。えぇーってね、<laughs> そんな話すんのかよ <laughs>、えー。えぇあと大丈夫ですかってね先生大丈夫ですかってこう心配してくれる優しい人もいると思います。はい。えー 大丈夫です、はい、あのー、この痴漢にあったのはあのー、昨日とか今日とかじゃないので、あのー、私の気持ち心はあの落ち着いていますので安心してください大丈夫です皆さんに話せるぐらい、あのー、大丈夫です全然大丈夫です。はいえーでもね せっかくですので、あの本当の話をして、えー、皆さんにも気をつけてほしいし、あの日本って今あこういうこと問題なんだなっていうのを知ってもらえたらいいなと思って話そうと思います。はい、よろしくお願いします。ですのでテーマは時間ってちょっとなんかえー、なんか気持ち悪いとかえー、怖いとかえや、ー、なんか嫌だって。 なんかもっと楽しい話聞きたいって思うと思うんですね。はいですがあの、まあ、これも一つ大切なことだし、まあ、私にとってもこの痴漢にあったっていうことはあのもう昔なので、えー、も,うあもうちょっと笑えるというか笑っちゃいけないんですけどあのそういう気持ちで話せますので暗い話怖い話じゃないですから是非聞いていってください。 はい、じゃあ、えー、先にちょっと,、えー、とポッドキャストなんですけどちょっとだけ写真を見てくださいあのちょっと難しい言葉が出てくるかもしれないので先にね確認しておきましょう、えー、この痴漢というのは知ってる人多いと思いますこのスライド写真のように、えー、大体は男の人が女の人の体を触ったり えー、その人の近くに行ったりまたは、えー、女の人の頭の髪の毛の匂いを嗅ぐ <laughs> あ、いい匂いだなって, <laughs> って嗅ぐことも痴漢になりますはい、えー、痴漢というのは、えー、漢字だとこういう感じ。ちょっと難しいですよね漢字の漢ですねこっちはね 漢字の漢に、えー、ここは知っているのしを使いますはいそして、えー、今日私はこの言葉をよく使いますこれですちょっと見ましょう見てください、えー、痴漢をする痴漢をするというのはそのやる人ですね触る人のこと痴漢をするで、こっちは、えー、痴漢に合うだから痴漢をされる人のことです痴漢に合うで、合うは友達に合う の合うじゃなくて悪いことにあってしまうという意味で、このちょっと難しい漢字を使います。はい、痴漢に合うです。で、同じ意味で痴漢の被害に遭う。これを言ってもいいです。被害ですね。こっちは痴漢に合うはここ被害にがないですね。被害にがないうんということです。今日、私はよく痴漢に合うとか痴漢に合った。 よく言うと思いますので、えー、どういうことっていうのは、今、わかったと思います。痴漢をされたということです。誰かにされる。うんですはい、じゃあ、えーと、今日は大きく三つ、これから話しますね。一、えー、つ目、痴漢はどういう時にいるか、えーと。痴漢をする人なんですけど、痴漢をする人のことを、もう日本人は痴漢、あの人は痴漢だって言います。 はい、もう人のことと思っていいです。はい、えー、どんな時に痴漢はいるかとかどういうところにいるかという話です。はい、えー、二つ目は痴漢をしたら警察に捕まるか捕まらないか。 捕まったらどうなるかという話しましょう。はい。で三つ目が私の経験です。はい。私が痴漢にあった話をします。はい。じゃあ行きましょう。まず、えー、そもそも日本のあの状態ですね、えー。痴漢はどういう時にいますかというのは、えー、ちょっと最初だけすみませんスライド見てください。えー、このように、えー、電車あります。 そして待っている人がたくさんいます。みんな乗りたい。乗れません。もうこんなに。えー、ですので、えー、それでも乗らないと会社に間に合わないから、頑張って乗るんですね。みんな。はい。で、ですので、あの電車はもうこんな風になってしまう。もうえー、まだ入るみたいな。押して押して。中の人もっと入って中に入って頑張って入るんですね。 で、えー、このようになったり、えー、この手のスタイルは私もやったことありますこうやってドアのとこに持ってま,まだ入るでしょ <laughs> もうちょっと後ろの人お願いします <laughs> もう無理やり入る無理やり入るですねはいえー、でそれでもダメだと駅員さん駅の働いてる人が押しますちょっとあ、はい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 皆さんもうちょっと流れって押して無理やりドアを閉める はい、えー、もう中はもう大変なことになっています。もう寿司みたいになってます。みんな巻き寿司海苔巻き食べたことありますね。あの握り寿司じゃなくて巻く寿司です。あの韓国とかでも食べる。えっ、ー、とキッパって言うんでしたっけ？韓国だとあの巻く寿司あれみたいにもうギューっと。ギューっとされます。どん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 人が入ってきます。はい、えー、例えばこれもね。そうですね。 そんな感じ、はい、ですのであのー、日本はもうこういうい状態です、はい、これはもうコロナの前もそうだし、えー、残念ですが今もこういう電車はまだまだ多いです日本は。はい、そしてえっ、ー、とそれでもみんなは会社に行かなければいけないから、えー、満員電車。 満員電車ですねいっぱいの電車に乗って朝行くし帰りも同じことが起きます、はい、帰りも6時ぐらいから8時ぐらいまで夜の6時から8時ぐらいまではこのような、えー、ラッシュアワーもうお客さん乗る人がいっぱいという時間が続きます。で、はいえー、ですの,であの私ももちろん乗って 乗っていたことありますし、えー、そうですねあの混、ー、みすぎてて電車が混みすぎていて傘がなくなるっていう話もよく聞きます。すごくないですか。電車で雨降る降る日で傘を持ってこの満員電車に乗ってたら人が入りすぎて持っていた傘がもう持ってたんですよちゃんと。 持ってたのにどんどん人に押されて自分の傘がどこか行っちゃったもう,もう手から離れてどっか行っちゃって傘がなくなったっていう話も聞いたことあるし弁当お弁当お弁当の袋を持ってたんだけど満員電車で人に押されてどこか行っちゃったなくなったっていうのも聞いたことありますはいあの私もあの本当になくなりそうになってすごいもう弁当をこうギュッと持って ちょっと私の弁当を守るって、子供みたいにこう守って乗ったこともあります。はい、そのくらい日本の電車はもうクレイジーですね。もうおかしいです。こんな電車に日本人の人は毎日毎日乗って会社に行って仕事をして帰ってくるとはいで。ちなみにあの？ 日本の全部の電車がこんなに混んでいるわけではないですはい今聞いてくださってる方でもえー、いろんな日本のいろんなとこにいる人いますね東京だけじゃないはずですで、このような、えー、満員電車はやっぱり東京が一番日本の中でも多いですはいあの それで私ちょっと調べてみましたあの日本人はどのくらい電車に乗っているのかというのを、はいえー、皆さんびっくりすると思いますはい。日本の電車に乗る人の数1日で乗る数、えー、1日に何人この、えー、駅を使ってますかというランキングがありますそれ世界で一番ははい もちろん日本です。はい、そしてその中でも駅は東京の東京駅じゃなくてどこだと思いますか？みんなが使う駅さあどこですか？そう。東京駅の近くうん。渋谷原宿うん。どこかな？はい。答えはですね。新宿です。はい、新宿は世界で一番。 電車に乗る人利用者と言います。利用者数利用する人の数が世界一だそうです。世界一なのでギネスブックに載っています。はい、おめでとうございます。嫌 <laughs> なおめでとうございます。ですね。全然いいいいことじゃないと思います。これはい。新宿は1日に電車に乗る人えー、新宿駅を使う人の数は？ 世界で一番で350万人だそうです。万人で2位が新え渋谷渋谷が310万人新宿の方が350万人でしたから40万人多いですね。で3番ね3位が池袋です。はい池袋253万人。はい、123全部東京の はい駅ですねそして4番目がえじゃあどこが外国の国ですかってい,いえい,いえい,いえまだまだ日本ですはい4番目は大阪はい大阪駅229万人少ない少ない <laughs> 新宿350万ですからね229万人です大阪 はい、そしてもうその後ええー、一二三四5番目から8番目まで全部日本です、えー、東京の駅です、はい、そして9番目にやっと外国が出てきますそれはインドインドのハオラハオラ駅という駅だそうですそこは何人ですか使う人は3弱じゃなくて100万人 100万人です新宿駅は350万人インドは100万人そしてその後、えー、そのインドが9位で10位もまた日本はいで11位日本そして12番目にまた外国1つやっと出ますそれはフランスのパリ。 ですパリの駅これは92万人だそうです92万人で今の12位で、えー、13位から20位までは1個だけインド出ますがもう全部日本ですその後13から20もう日本はい大体、えー、それは東京の周りのまたは東京駅の近くの駅ですはい えー、ですので、まあ、1位から20位まで見るともう2つあ3つですね。えっ、ー、と3つだけ外国だけど、17駅は全部日本。はい。もうおめでとうございます。ですか、それかあ残念ですね。ですか。うん、私は残念ですねと思います。本当にはい、そのぐらいあのー、日本は電車を乗る人が多いんですね。 はいえー、と確かにコロナが始まってからそして今コロナのあとで、えー、毎日会社に行く人は少なくなったんですがそれでもまだまだ多いはずです、はい。ですのでこのように満員電車はやっぱりり今もあります、はい、そしてこういう満員電車だとやっぱりもう,もう皆さんね想像 イメージできますよね電車の中はもう人でいいっぱいですですから、えー、このスライドちょっと今見てくださいスライドのように人と人がとても近くなってしまいますどうしてもこっちのおじさんとかとっても近いこっちはちょっと人いないけどはい実際はもう本当にみんなの体が当たります、うん、ですのでそこでやっぱりこれが起きる痴漢 はい、痴漢をする人が出てきます、はい、うんやっぱりねあの日本人はこう人を触るのが好きなんですかこう良くない趣味があるんですかって思わないでほしいです。そうではなくてやっぱり電車の使う人の数が世界と全然違うので状態が状況が 皆さんの国とは全然違いますですのでこの痴漢というのがやろうと思えばやれるんですね。できてしまう状況です残念ですが、はいえー、ちなみにロンドンイギリスのロンドンも、あのー、満員電車だそうですねですので同じように痴漢というのが問題になっているっていうのを、あのーはい、インターネットで読みました。うーん ここれは本当に良くないことです、はい、そしてじゃあ次に2つ目ですね、えー、じゃあこの痴漢をしたらどうなるのかっていうこと、はい、痴漢をやったら「あのごめんなさいすみません」で「いいですか?」と「いえいえ駄目です」。これはもし痴漢をして、えー、例えばこのちょっと今スライド見てください。 痴漢をしてこの女の人が「あなた痴漢したでしょ私のお尻を触ったでしょ」とか言ったら言ってこの人を捕まえるかと思って「ちょっと私と一緒に駅員さんのとこに行きますよ」とか「警察呼びますよこれから逃げないでくださいね」とかで実際に警察とかが来てこの人が警察とかに捕まったらこの人はええー そうあの警察に連れて行かれて何、えー、ですかひどい重い場合だと捕まります警察にはいでえっ、ー、とそうですね、えー、とこれはどういう痴漢をしたかによってそのどのくらいこうあなたは悪いですねと言われるそのパーセンテージが変わるんですが うんと大体は6か月以下6か月未満の未満警察に捕まる刑務所と言います刑務所悪いことをした人が集まってそこで生活させられる場所です刑務所に入るのが6か月以下それか50万円以下の罰金罰金は払うってうことですお金を払うすみませんでした を払うど,どちらかだそうです。はい、えー、だけどもっと厳しい場合「本当にあなたは本当に悪い痴漢ですね」っていうふうになった時は6ヶ月以上捕まるそして10年以下長くても10年まで警察の、えー、刑務所か刑務所で生活しなければいけない10年以下。 長いですよねそうなのでしっかり日本はこういう法律を作っています。ありますこういううい法律そうですがそれでもなかなか全部の痴漢が捕まらないそして痴漢がなくならないやめないというのがやっぱり問題ですよね。うん 僕ら満員電車だから、えー、誰もわからないでしょ。人がいっぱいいるから、私がやったってどうしてわかるんですかって言うことできますよね。逃げられますよね。うん。だからどうしようと良くないよってね。うん。それでえっ、ー、と確かに防犯カメラカメラもあるんですけど、日本はまだ電車の中あの。 全部の電車にカメラがついているわけではない。はい。えー、まあ、新しい電車はつけるようにしているらしいんですが、まだまだ全部じゃないですね。はい。だからあの絶対カメラで撮られているとも限らないし、実際カメラがあってももう本当に電車人がいっぱいなので。 カメラに映らないかもしれないカメラで見えないかもしれないですうーんそうですねですのでカメラがあっても安心じゃないうーん残念ですよね本当そうでじゃあまず日本の状態がこれでしたそしたらじゃあ私の経験についてお話ししますね、えー、私が痴漢にあった話です はい、これはあのつい最近のことではないですそうだから今日こう少し明る,い明るく、えー、話せます私も大丈夫ですはい、えー、私が痴漢に会ったのは、えー、20年くらい前ですそう、えー、私が高校生の時ですはい私は高校生の時なのでもう本当だいぶ前ですね学生の時 でえっ、ー、と私が高校に通う時ですだけど私はいつもは自転車で高校に行っていましたはい自転車でねえっ、ー、と25分ぐらいすっごい早く自転車をこいで毎日行ってましたはい <laughs> ちょっと楽しかったんですよはい。 えー、でその時に偶然雨の日だったかなんかで、ね、自転車で学校に行けないからその日だけは電車に乗ったんですね。そうでその時に痴漢に会いました。はい、あ、なんで今思うとねほとんど電車なんて前にあの乗らなかったのにその中の唯一1回その日、まあ、1回じゃないですけど。 1>, 1年になって多分10日も乗らない電車に学校に行くのに本当にほとんど雨降っても私はカッパなんとかカッパとかの濡れないようにして頑張って自転車で行っていたので自転車の方が早いんですよ早く着くんです電車の方が大変なんです電車乗ってその後バスに乗って学校着くだからもうめんどくさいからいいや自転車でと思っていたんですがその時だけは電車に乗って で,行ったでえっ、ー、と行ったのがそれは私は行って痴漢にあったのは帰りでした学校帰る時だからえっ、ー、と5時半とかだったと思うんですねその日はいえー、でそうですねちょっと思い出しながら話すと 立ってました私座らないで人が座っているあの日本だと3人座るとこと12人ぐらい座るとことってありますよね。あの3人立つところの方だから出口の近くの椅子ですねそこの椅子に座ってる人が3人いてその前に立ってました私。で友達と一緒にいたんですね。 それで友達と友達も横に立っていた一緒に立ってたで前にはは座ってる人がいいます、はい、で、えー、と私たちはあの立ってそのまま話していたで私はあの手をつり革というんですけどここの絵の通りですここの持つところ持つところを持ってましたやっぱ揺れてもし何かあったらよくないから持って右手で持って左の方を見て話してた。 友達が私の左にいたで話していてでまあ高校生ですからもう話すの大好きですよもう楽しい話をもう全然どうでもいい大事じゃない変な話をまあして「へへへへ」とか言って笑ってたでそしたらなんか背中が熱いと思いましたあれと思って。 なんか誰か私に当たってるなあそっかそっか私もっと前に立たないとあの後ろの人に邪魔なんだなきっとこの電車混んできた人がいっぱいいるんだなと思って前の方にもうちょっと立って座ってる人いるんですけどもうちょっと近づいたんですねでもそのなんか背中が熱い誰かが当たっている誰かがいるのが変わらないんですね。 何だろうと思ってでちょっと後ろ少しパッと見たら、まあ、人がいたんですけど、うん、まあ別にこれはよくあることだしと思って混んでるのかなって思ってでそれより大事なのは友達とと話すすことの方が大事なんですねその当時の高校生の私は、まあ、面白い話してたんでしょうね多分。でその話に集中するためにうーんうんって聞いてるから。 背中とかあんまり気にしない。どうでもいいんですね。で話してて、でもやっぱりなんか変だと。で、なんかさっきより近くなってきた気がしたんですね。背中が熱い。うん。えと思って、でもう一回後ろ向いたら、あ、男の人が立ってるんですよ。まさにこの写真、この絵のように、えっ、ー、と、これはおじさんですけど、 私の後ろにいた人は30代ぐらい30歳ぐらいの、ま、お兄さん私から見たらお兄さん当時の、ね、高校生から見たらお兄さんくらいでもお兄さんおちょっとおじさん入ってるかなちょっとおじさん入ってるぐらい私より背が高い人で,、えー、でよく見たら周りは全然混んでないんですよ電車。そんんななに人いないんですよ 確かに椅子はみんな座ってていっぱいだけど全然混んでない朝のさっきのラッシュアワーみたいに人がもういっぱいで、ね、私の傘がどこかに行ってしまうとかそんなんじゃなくて全然スペースあるんですね周りに。なのにこの私の後ろにいる人はすっごいもう私にくっついてるんですねついてるもう体がついてるんですね。 で「えー、と思って「何してんのこの人な」なんでこんな私についてくるの?」って「えー、と思って「なんだろう?」って思ったけどやっぱり高校生だし私あんまりその後ろのおじさんをこう顔を見るっていうのは失礼かなって思ってな,なんかちょっと振り返るんだけど私も見るんだけどおじさんそのままだから。 ななんかなんだろうここにこの人ここに立ちたいのかなと思って我慢したんですね私それで隣で話してる友達は何も気にせずずっと話し続けてるんですね <laughs> そこがちょっと面白いですよね <laughs> 今思い出すとあの友達も何か気づいてほしかったんですけど全然そんなことは全く 全然気がつかずずっとただなんか面白い話を私にずっと聞かせてきてましたねはい、あ、でもう「お,うおん」とか言って聞いて「あそっかそっか」とか言って「面白いね」とか言っててで何駅かそのまま過ごす1駅2駅3駅とかでででなんかある時すっごい近くに来たんですねその人がまあもうついてるんですけど背中も体についてるし うん、だからもう簡単に言うともう全部体を私に押さえてくるえ手は何もしてこないんですって、はい、手はそのままこの絵のおじさんも舌ですよねその人は手は何もしてこなかったけど体ズボンとかそういうのを私の体につけてくるんですねこう私のお尻のとこですよね で「え何?」と思ってで私よく分かんなくて「えっ何したいのこの人な何なの気持ち悪い?」とか「えと思ってえここに座りたいの?」みたいない「私も立ってるよ」みたいな「<laughs> 何ですか?」と思ったんだけどさすがにもう「えと思って結構強く振り返ったらちょうど駅がそこであのドアが開いたんですね。そしたらその人がばッて出ていってしまって「え何だったんだろう」 でその時の時自分はよくかからなかったんですね本当にバカですよね自分もね私も自分がバカだなと思います本当で何だったんだろうで隣の友達はまだ楽しそうに話してるしうんまあいっかと思ってうんうんとか言ってまあ変なもうなんか誰か私の背中にいなくなったしまあいいやと思っていたんですがよく考えたらあれは 痴漢だったというのがまあ、その時もその後家に帰ってからとかよく考えたらああっていうのは分かりました遅い <laughs> <laughs> バカですかって <laughs> 本当に幸せな人ですね私はね本当にでも私のイメージだとその時のイメージだと痴漢っていうのは手で手で女の子の 体を触ったりするそれが痴漢だっていうイメージがあったんですねだけどいやいやいや違うもうそうやって背中を全部体を当ててくるような人痴漢ですよあのイメージするのはえっと大きい犬が例えばゴールデンレトリバーとかハスキーとか大きい犬がすごい好きな人にガバッとこう 抱きバ、ね、ンってこう自分に来て「もうおみたいな「好き好き好き」みたいなすごい尻尾を振ってる「ああなた好き」<laughs> ってやってあれの背中にやられる感じですねもう「あれ離れて」みたいな「何なの?」みたいな「痛い」みたいなあれあれもう痴漢なんだっていうのをその時僕分かってなくていやーバカですね。 あれはもう犯罪です犯罪罪でですすすといいうのははは警察に捕まりまり、はい、あれはダメだ、うん、だからだってもう私すごい気分悪かったですもんそれやられてる時何なのって何で何で何でズボンを私の方に当ててくるのみたいな何なの何なの気持ち悪いけどでも何なのこれは痴漢じゃないええー、分かんないっていうはい、あ、そうです だがこれ？どうですか？皆さんいや経験はない方がいいと思います。それでえっと今回ちょっとこの話するのにまあちょっと調べてみました。そしたらやっぱりですね。高校生は痴漢に合いやすいですね。危険うんえ、痴漢の人たちはやっぱりスカートの女の人。 をターゲットにしやすいみたいです。はい。それで、あのー、やっぱり高校生は危険どうしても高校生はあの女の子は日本はスカートを履いていることがもうほとんど100%と言ってもいいぐらいです。で、えー、高校生によりますがとっても短いスカートを履いてる子もいるし、えー、この女の子みたいにそんなに短くないけどでもスカート履いてる。はい で私もですね私は全然短くなかったです。ちゃんと膝膝この女の子より長い方です私。うんですねだから普通に考えたらそんな何ですかあなたそんなスカートそんな短いスカート履いてたら男の人が触りたくなるよ見たくなるよって言われる長さでは全然なかったんですね。で なんで私やられたのかなってもう分かんないなって思ったんですけどあの調べてたら <laughs> やられる女の子には少し特徴があるどういう人をターゲットにするかというのがあのルールみたいな気をつけた方ががいいいいい女のの人というのがいるらしいですそれが、えーまあ、まずスカート、はい、そしてえー ちょっと弱そうな女の人をターゲットにししやすすいいらしいです、はい、ちょっと静かそうな人、うん、あんまりこう,うるさそうな元気な人とか、えー、特にあと化粧をしている綺麗に化粧してて自分の意見をはっきり言いそうな強いタイプの女性に見える人は痴漢はしない。 そうですはあ、はあ、と思ってでうーんでも私今だったら今はもう痴漢に合わないと思うんですねまずスカート全然履かないし、えー、と履いても短くないし、えー、あと全然弱そうに見えないです私ははい <laughs> 本当に電車に乗ってもそんな弱そうには見えないはずなので今はやられないでしょうね だけど高校生の別に高校生の時も別に弱く見えないはずなんですが確かに隣にいた女の子よりこのすごい元気に喋って話してる女の子の方がスカート短かったんですねうんみんなが結構想像する結構短いスカートの子でした。で私は長め長い。別に私はそんな長短くしたいっていう気持ちがあんまりもともとない。 短いのが素敵綺麗だっていう風な考え方では私はなかったんですねその時ねだから普通の長さ膝膝よりちょっと長いくらいかなだから結構長いでしょパンツ絶対見えないですようんだけどだからだからかもしれないと思ってだからちょっと弱そうに見えたちょっとあのなんかや痴漢をしても この人痴漢です助けてくださいと言わなそうだなと思われたのかなと思ってます今ははいだからやられたうんで実際私もその時「助けてください!」とか「何ですかあなたは!」とか「痴漢がいます!」とか言わなかったしうんだから嫌ですよねだからすごくずるいずるい うんよくないですねやる人はそういう弱さな人をターゲットにして「へへへ痴漢しちゃおう」ってするっていうことですねうんなので、えー、ともう日本は昔からこれは大きな問題になっていますはい、えー、痴漢をする人はえっ、ー、ともう若い人もいれば痴漢する人ですよする人は20代20歳とかから もうおじさんまでもういろいろいますはいえですのでえっ、ー、とだけどそうだけどなんですでもみんなが痴漢するわけではもちろんないですなんで痴漢なんかするんだバカじゃないのって思ってる人ももちろんとかほとんどそうですだけどする人がいるから女の人は結構電車に乗ると。 痴漢に合わないように気をつけてる女の人も気をつけてるし男の人も特に気をつけてます俺は痴漢じゃない俺は触りませんよ何もしないよと言って手を上に上げてるんですね男の人そうちょっとスライド見せますこれですスライドよいしょこれこの絵はとても分かりやすいと思いました人がいっぱいいて 前に女の人が立ってるお、えー、これは女子高生が立ってるで後ろにサラリーマン男の人が立ってるでこの手を下にしてる下にしてるともし電車の中で電車がこう揺れて女の人の体に少しでも手が触ってしまうと女の人たちがあちょっとあなた今 私のお尻触ったでしょおお尻尻はヒップですねお尻触ったでしょ痴漢誰か助けてくださいこの人痴漢ですって言うかもしれないので男の人たちは大体みんな本当に上に上げてますで上に上げてるだけじゃなくてこう持ってますこのつり革っていうのを持って両手で持って私の手は誰も触ってませんよっていうのをみんなに分かるようにしてる。 そういういい人多いです本当に、はい、だから男の人もかわいそうですよね。痴漢ななんてやらないよって考えてる人がほとんどですからでも痴漢だと間違われてしまうこともあるからそうなったら警察に捕まってしまう。はい、そして警察大変でしょそんなことになったら警察捕まっちゃったら。 もちろんそれは家族にも分かられてしまうし、会社にも連絡が行きます。警察からはい。もちろん会社はもうクビです。首は仕事ありません。あなた何してるんですか？ってね。犯罪者じゃないですか？犯罪はもう悪いことした。警察に捕まるっていうことですから。うん人を殺したのと犯罪者だし。あれも犯罪者だし。痴漢をする人も犯罪者。 でですすからどっちも犯罪者ですそんな人は会社にいられません働けないですすぐクビですもちろんです、はい、だからあの新聞にもね出てしまうニュースにも出てしまうもう日本中みんなに名前と顔が出ます大変なことです子供がいたら子供は学校でいじめられます あなたのお父さん痴漢で捕まったよね最悪痴漢汚いとか言われてもいじめられますよ子供もう大変です子供の将来ももう暗くなりますはい。だから、えー、特に会社に行っているお父さんたちはもうもう絶対間違われないように私は痴漢なんてしないですよと手を上に上げて会社に行って帰る時も同じように 満員電車で帰ってくる大変でしょこれ男の人もちょっとかわいそうですよねうーんそうということであの最近はこういうのができたえー、ちょっと漢字があります男性専用車というのができました、えー、男性だけが乗れる電車のとこ 日本の電車、特に東京の周り、そういう痴漢が多い。電車というのは、あの電車が長いです。一車両、二車両、三車両って言います。電車の一個、二個、三個、四個ね。人がたくさん乗りますから、だいたい十二ぐらいありますね。で、その十二車の中の一つのとこだけは、男性専用です。はい、男性しか乗れないですよっていう電車が。 最近できましたですがこれはですね全部の電車東京の全部の電車ではなくてある一部の電車だけなのでまだまだ少ないです。まだまだだ少ない本当に、はい、で反対に下に書いた「女性専用車女性だけが乗れますよ」という電車えっ、ー、とさっきの「 12車両12個の電車あって1つの電車だけはこれだけは女性しか乗れないですよっていうのはこれは結構前からありますもうそれはもう20年くらい前15年うんでも20年くらい前からあるんじゃないかなもしかしたらもっと前ぐらいからあるかもしれないはいありますありますこれはやっぱり痴漢から女の人を守るためでしょうねはい。 でただちょっと気をつけてほしいのが女性占領者専用車っていうのはだ朝の時間だけですその12個は、えー、と女性占領車は、えー、と朝のラッシュアワーの時間だけ女性占領車になってその後例えば9時からは朝の9時からはもう女性占領車じゃありません。誰が乗って,もいいですっていうふうになっちゃったりします。 なので朝の例えば6時から9時までは女性占領者女性だけよだけどそれよりあとは男性も女性もどっちも乗っていいっていうのが大体普通ですそれが多いはいそれで、あのー、あの間違えて女性占領者に乗ってしまう男性っていうのがいます本当にえっ、ー、とに私はよく女性占領者に乗るのであの分かるんですが 朝ね忙しくて急いで駅に行って急いで電車に乗ったら乗ってすぐスマホを見てる今日のニュース見たりとかチェックいろいろメール確認とかしてそれで乗った電車乗ったその電車のところが女性占領者であのよく女の人に注意されるんです。ちょっとすいまて言われて「ああすいません」。 次の駅で降りますと言って、えー、急いで出ていくというのは私は何回も見たことあります、はい、そういうのはあの本当に痴漢をしようと思って入ってきた人ではないですね本当にあの間違えてしまったうん。なんでそういうことあるからあの皆さんはもし日本来た時にあのちょっと気をつけてくださいあれこの電車女の人ばっかり乗ってるあれ変だなって思ったらちょっとあ,のあれねと思ってください。うん、うん で女性占領者っていうのは電車に書いてありますので分かるはずだけど急いいででると分かんないですよねそしてあのそこの乗るとこに誰かチェックする人ももちろん誰もいないので自分で見て自分で考えなければいけないから男の人は特に気をつけてください。うん、で,あのそ,うでそれが最近やっと男性だけ乗れる電車もできたっていうのは私はとてもいいことだと思います。 えー、絶対に何ですかあのみんなみんな男性が悪いというわけではないし男性の方のこの男性専用車に乗っていれば「あなた痴漢ですね」と言われなくて済むので男の人は自分が安全ですよねだからそれはあった方がいいと思います私も。うん、ただ、えー、と最近思うのは あのジェンダーの問題ありますねジェンダー男は男らしくとか女は女らしくとか、あのー、男の人は女の人を好きですとか女の人は男の人を好きにならなければいけないとかそんなことないですよもうこのもうにねこの時代にもう誰が誰を好きになってもそれはもう自由な時代だと思います。だから 男性専用車だとしても男性が危ない場合もありますよね。男性を好きな男性いますから、はいえー、そこもやっぱりそれはそれで気をつけないといけなないいいいとと思いますそれでなんか私ちょっとそういうふうに考えてたら偶然たまたまあのインターネットで、えー、見つけたニュースが自分は男性 で電車の中で男性に痴漢をされたっていうのを読みましたあやっぱりあるんだとそう電車で、えー、満員電車だったみたいですねでやっぱり私と似てますそのやられた方法がなんか体をつけてくる男の人が自分に。 でなんだろうって思って「えでも俺男だし俺男だよなんでなんで女じゃないよ?」って思ったそうですその人。でえこれが痴漢なのかなやっぱりよく分かんなくてその時はもう仕方がないから自分が降りたい駅の前で駅降りた。うん、で降りてなんか悲しい気持ちになったらしくてそこにあったあのコンビニであの肉まん 肉まんってあの冬食べるまんじゅうですね肉まんを食べたって <laughs> 書いてありました <laughs> かわいそう, <laughs> もうよくは知らない駅で降りてしまったからもうまた電車ねあのちょっと怖いなって思いながら電車乗って帰ったって書いてあってでその人もなんで痴漢ですこの人って言わなかったかっていうと 一つは私と同じでこれは痴漢なのか痴漢じゃないのかよくわからないって思った頭でいっぱい考えたって言ってましたその時でそれとあの最近その多いのが痴漢じゃないのに痴漢に間違われて、えー、その人の仕事がなくなるその相手の本当にその人痴漢やってないのに「この人痴漢です」って言われて。 捕まって警察に捕まって、えー、家族に連絡されて、えー、奥さんと離婚して会社をクビになって、えー、もうそれはまた普通の会社に入れないですそういうことになってしまうと。はいでそういう事件が実はあるんですね。最近じゃないいけどちょっっと前多かったんですそういうあの 間違えて警察捕まってしまう人もいれば本当にやってないから「この人痴漢です」って言われて本当に違うって言ってもう急いでその電車を降りて走って逃げてそしたらそこの走って逃げてる時にホームにいた人と事故になってしまったりえー、と本人なのかはちょっと分かんないんですけどそこで亡くなった方がいたんですね。死んんでしまった人がいるうん その痴漢ですと間違われたその逃げている男の人が本人がホームの電車の方にあの落ちてしまって死んじゃったみたいなそういう大きな事件もあってうーんなんか難しいじゃないですか本当に違うのに「この人痴漢犯人悪いことしてます」って言われてそうするとその人の人生 その人のの人これからの生活全部終わりですもう本当に。なのでその私がオンラインで読んだその男の人に痴漢された男の人は「えこの人痴漢じゃなかったら私はこの人を傷つけてしまう私がもし間違えてたらこの人の人生を全部ダメにしてしまうから」。 そんな簡単に「痴漢です」って言うことできないなってすごく考えたそうです。だって俺男だし何で男に男が触ってくるの何で男に痴漢するのこの人ってええー、分かんないってすごい思ったって書いてありましただからそういう気持ちもあるから簡単には言うことできないんですね「助けて」とは言えないそのやられた人も いいっぱい考えるんですねその人じゃないかもとかえなんか間違いかも私が勘違いしてるのかも違うかもって思っちゃうだから複雑ですよねうーんまああの本当悪い話でわざと本当は痴漢してないのにあの男の人すごく嫌いだから毎朝電車で会っててすごい嫌だからあの人を。 痴漢してますって私が嘘つこうって言って女の人がですよあの人私のお尻触りました痴漢ですみんな捕まえてくださいって言う人がいたんですね今までもそういう事件があったんですねで捕まるんですよその人だからそういう悪いことをする女の人も中にはいるしなんかなって思いますちょっと大丈夫日本って 嫌、ね、ですよね本当になのでもう痴漢の問題は本当に結構重いなーって思いますはいそうでなので最後に私が日本人として思うこと私が思うことはうん本当にこれはあのー、困った問題だなと思いますはーいうーんなんかやらないでほしいしあとそもそも あの最初このテーマ選んだ時に何な,な,なんだろう日本人って,ってなんでもちろんこう電車で満員で触るチャンスがあるかもしれない確かに簡単に触れますよ確かにもう本当わ分からないですよみんな分かんないこんな電車いっぱいだからだって自分の弁当なくなるような電車ですよ すっごい人がいっぱいですからもうみんなの体が当たってますからそうだから痴漢をやろうと思えばできてしまうけどなんかどうですか皆さんそのなんかちょっと痴漢をやるってあるいとかかっこ悪いと思うんですよねなんか触りたいとか例えばそのまあ、女の人にやるだったらその 何ですか自分の恋人とか本当に好きな人にの体を触るとかうーんすることをして自分が満足するあこれで幸せ私は幸せって思えればいいのにそういうふうにできないのかそれだけでは足りないのか。 うんやっぱりちょっと心の問題というかそういうのが原因なんじゃないかなって思います。うん、で残念なことにあの痴漢する人は結構結婚してる子供がいる奥さんがいるっていう人が痴漢してたりするんですよ本当に恋人いないんですとか寂しいです一人でとか。 誰もこう彼女できたことないんです。っていう場合じゃなくて結婚してるんですか？あなたみたいなえー、みたいな。奥さんいるじゃん。っていう人がやってたりして。うん、なんか何なんだろう？みたいなね。ちょっと思いますよね。あのこの女の子のね。スカートの中を写真で撮るビデオで撮るっていうのも痴漢になるんですけど、なんかそういうのも。 ななんかなんだろうやったとしてもすごく小さな幸せなすぎる気がして変な言い方ですけどなんかもっと本当にね本当にこの人素敵だなとかこの人可愛いいなって言いますよそういう人電車に確かに本当にだけどそしたら本当にこう自分から声をかけるとか「すいません」みたいな「ちょっと毎日朝会いますよね」「毎日この電車乗ってますよね」とか。 どこ行ってるんですかとか話せばいいのになっていうふうにも思いました。そうだからな,なんでそんなえなんかよっぽどその直接その人にこう声をかけて、えー、コミュニケーション取った方がよっぽど楽しいと思うんだけど多分そういうことをする自信がない。うん自分はそんなにいい男じゃないとか思ってるんでしょうね。 私うん、気持ち悪いって思われるとか思ってるんでしょうねまずでもねその考え方がダメだなって思います強く言うと、うん、そんなやつはダメだなと思いますあの本当に触りたいとかね本当に好きだ素敵だなと思ってんだったらそういう人にちゃんと声をかけられるように自分で頑張るべきだしあの何ですかなんかそんな ところで自分の気持ちを満足させるようなことをしてたら良くないっていうか人生それはつまんないと思うんですね。なんて小さい男だって言い方するんですけど小さいやつっていうんですけど満足することが小さすぎるそんなんでいいの本当にそれであなたはお腹がいっぱいですか心がいっぱいですか幸せですかってちょっと思ってしまいます。うーん ななんかなって思いますだから犯罪だからダメだよ警察に捕まるからダメだよっていうことだけどまずはもうそれでそれがあなたにとって本当に楽しいことなんですかってなんかもうちょっとないのってうんなんか思いますね。なんか逆にもし私が 私が電車にその自分がすっごい好きなタイプの人がいたら私はもう声をかけたいんです。<laughs> そう声をかけたい。あのー、って例えばサッカー選手のクリスチアーノ・ロナウドとか <laughs> 外国の人ですかみたいな。<laughs> 言ったら私は声かけますね触りたいとも思うけど握手してほしいえもうなんかいろいろえすごいその手を触りたいとか思うかもしれないけどいやまずそうする前にまずはもう目を見て話したいみたいなちょっと声をかけるもし言葉が通じなくても「すいません」みたいな「あのー」って言ってとりあえずまず英語でか声をかけてみる「うんまあず,ずっとわかんないなスペイン語かな?」 クリスチスチャン・ンペイン語だったかな、うん、オラーとか言ってなんか、うん、ちなんか近づいていきますねちょっとやばいやつ危険な人だと思われると思いますけど痴漢はしないですね私の心はそんな痴漢だけでは満足しないからそうそこが一番そう満足しないダメダメダメもっともっとコミュニケーション取りたいもっともっと近くで見たい私のことも見てほしいって思って。 てしまうのそれが私にとっての幸せなのでそれで私は満足すると思うからちょっとその人触っただけで全然満足しないです私はね。だからで多分その声のかけ方によってはそんなにわ気持ち悪いって何あなた嫌だって思われないと思うので、うん、なんかもうちょっと痴漢してる人もうちょっと考えたらいいんじゃないってもうちょっと違う方法で自分の 幸せを手に入れてほしいなってちょっと思いますはい、ま、<laughs> はいえつ、ー、ばが喉に入りました <laughs> でも止めませんあ唾っていうのは口から出るあの水ですねはいああ変なとこに入りましたそうですねだからまああの 痴漢にそんな話をしても多分痴漢はね私のことは理解できないと思いますねそんなのできないんですよ恥ずかしいとかねいやいやいやそっと触るのが楽しいんですとか言うんでしょうね分かんないですね、うん、でもなんか嫌だなってやられる方は本当に気分が悪いのであの何回もやら被害に遭う痴漢に遭う人は本当にもう怖くて電車に乗れなくなったりするそうなんですよあんたに心の病気になっちゃうかわいそうですだからダメですよ本当にね やめてくださいって思います。うん、はい。なのでえっ、ー、とちょっとまあ、こういう感じです。日本っていうのでえっ、ー、と私の話もそうだし、えっ、ー、と今日その動画皆さんに紹介します。ビデオ紹介します。今日のこの私のビデオの下のコメントのとことかにビデオかいリンク書いておくので、えっ、ー、と日本のテレビ会社が作ったビデオ。 ですテ,レテレビで放送されたものが YouTube でアッ,プアップロードされてたので、えー、と痴漢こういう痴漢がほ本当にいるんだみたいなで警察がこういうふうに、えー、と痴漢を捕まえてますっていうのが、えー、と分かる動画があったのでよかったら見てみてください。あのなので、えー、と日本に来て満員電車に乗らなければいけない人はあのすごい怖いってでもそれは思わない方がいいです。あの ちゃんと日本も警察も電車に乗ってるので電車に乗ってます。警察が電車に乗って痴漢がいないか確認してますので、あのちょっと安心して見てください。はい、あ見てください,とい。とか乗ってください。皆さんで本当に痴漢にあったら助けてって言った方がいいし。えっと周りのひ周りで見たら、それをあのやっぱりあの人ちょっと痴漢してますって。 助けてあげてほしいです。はいね電車の中でみ,みんな結構そういう時は日本人は協力してそういう悪いことしてる人をみんなで捕まえますのでそこ日本人結構すごいところなのであのぜひねえっ、ー、とあんまり怖がらないで、えー、乗ってほしいなって思います。はいねちょっと一つ日本の問題でした。はい。 じゃあ最後に急いで話します。えっ、ー、と私の、えー、とビデオを紹介しましょう。えー、JLPT の読解、えー、皆さんのサポートしてます。えっ、ー、と長文とか短文、中文。 はい JLPT に出ますね。読解は一番難しいですね、やっぱりね。えー、それ、どうやってやれば合格できるかというのをビデオレッスンで話していますので、ぜひ使ってください、えー。私のオンラインレッスンのリンクの中からそれ見ることできます。はい、リンク下に書いてあります。コメントのとことかに書いてありますので、リンクから、えー、探してください。そして私、えーと、ズームレッスンやってます。3つやってます。1つビジネス日本語 2つ会話練習3つプライベートレッスンやってます。はい。えっ、ー、とビジネス日本語はビジネスのための日本語です。はい。えー、会社で使う結構難しい日本語いっぱいあるのでそれを毎週勉強してます。はい。えっ、ー、と電話が今特にやってますビジネス電話。はい。電話は本当に難しい。 日本人も自分で勉強するのでそのぐらい難しいですので外国の皆さんにとってはもうはあって思うなんだこれって思うこといっぱいあると思うんですけどはいやりましょうでえっ、ー、と今度の日曜日からあそうですね日曜日から、えー、と面接練習をやります面接会社に入るための面接の練習会社に入る時のテストありますね面接のテストあれの練習します はい、えっ、ー、と、2月25日からそれを始めます。はい、ぜひ、もうすぐですね。えっ、ー、と、必要な人、えー、ぜひぜひ来てください。えっ、ー、と、締め切り、まだなんとか間に合いますので、えっ、ー、と、25日から入りたいという人、ぜひ、まだ間に合います。どうぞ来てください。やりましょう。面接はとっても大事です。はい。そしてこれえーとー ここに書いてあるのは40分間の授業って書いてあるんですが、これはあの学生さんが増えれば増えるほどこの時間は長くなるので、ぜひたくさんの方来てください。はい、えー、月に2回やってます授業。はい、お待ちしてます。そして会話練習、これは日本人の友達と話す練習をしましょう。友達とはですます使わないで話します。はい、ですます使わないのは本当に難しい。そして 日本語学校とか大学ではほとんど教えないですそんな時間がないからはい、えー。ですのでデスマス使わないで本当の友達欲しい人私と練習しましょうはいいいと思いますよ日本人友達できたら楽しいですようん。そして、えー、プライベートレッスンもやっています皆さん勉強したいこと何でも一緒に勉強しましょう皆さん一人と私一人で勉強しましょう JLPT のリーディング読解の勉強でもいいし会話の練習でもいいしビジネス日本語でもいいですちょっと時間が授業と時間が合わないのでレスあのプライベートレッスンがいいですっていう人も今いますのでやってますよ。で皆さんのレベルは何でも OK です。私あのいろんな方を今まで教えてきていますのでどういうレベルの人でも教えられます。カ、えー、カタカナひらがな今 まだわかりませんっていう人でもオッ OK、えー、または N1 レベルまでそれか N0 ぐらいまでとってもできますっていう人でもあのもちろん教えられますどうぞ一緒に勉強しましょうこの3つのレッスン全部、えー、オンラインレッスンのこのリンクから申し込みできます、えー、このレッスンいくらですかとか、えー、そういうのも全部書いてありますのでそこ見てくださいリンクは下のコメントのとこにあります そして私 X X は Twitter やってます。えー、このリンクも下に会話じゃなくてコメントのとこに書いてありますので、えー、そこからお願いします。はい、はい、はいはいはいですね。えー、今日ちょっとこんなに話す長く話す予定なかったんですが長くなっちゃいましたすいません。えっと何でしょう私はあのこの痴漢の話自分痴漢にあったことはそんなにショックじゃないのでまあ、ショックだったけど。 悲しかったけど嫌だったけど今はもう話せるぐらいもう何ですかもうはいもう遠い遠い思い出になってますので大丈夫ですからあんまり心配しないでくださいはいえっ、ー、とうんそうですねで皆さんにはあの本当にあまり怖がらないで日本の電車乗ってほしいですっていうこと、はいね、ただ自分の体は自分でしっかり守らないといけないっていうのも一つありますので 男の人であっても気をつけてくださいね。自分男の人も危ないかもしれない。はい、男の人に痴漢に合うかもしれないので、えっ、ー、と気をつけるで、女の人はあの女の人で気をつけるはいね。してください。ということでした、えー、ぜひ皆さんのあのコメントを。 をえー、本当にいつも楽しみにしてるんですね。えっ、ー、とメッセージ皆さん思ったことを自由にあの送ってくれると嬉しいです。えっ、ー、と次ビデオ作る時のあのいいヒントになるのでぜひあの待ってます。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。